ちみつ&リンゴ酢ソーダだよ。今回使うのはこちら、アイハーブで購入したアップルサイダービネガーです。まずね、こちらとね、いつも飲んでるリンゴ酢と比べてみます。一般さんの純リンゴ酢とアップルサイダービネガーだね。酸っぱいからさ、ちょびっとずつね。アップルサイダーの方がね、ちょっとね、お酢が弱いかな。その分ね、飲みやすくなってるね。なるほどなるほど、これは人気商品になるわけだね。じゃあね、レシピいこう。お好みで調整してくださいね。まずはね、はちみつを大さじ1量ります。それからアップルサイダービネガーも大さじ1ね。よく混ぜておきます。炭酸水も測って、氷を入れたグラスにさ、はちみつビネガーと炭酸水を入れたら完成。よく混ぜてね。ではでは、いただきます。ちょっ、甘くて美味しいね。はちみつのおかげかな、アップルサイダービネガーがいいのかな。酸っぱさはね、かなり抑えられていて、めっちゃ美味しい炭酸ジュースとかしていますぞ。そんでね、そんでね、くまちゃんね、いつもリンゴ酢サイダーと、あとね、シンビオフェルミン S を飲んでるんで、ちょっとだけ失礼して、パクリ、うんうんうん。これね、健康にめっちゃいいし、コスパ的にも問題ないので、市販の炭酸飲料の代わりに、ぜひ飲んでみたらどうかな。ごちそうさま。